ちゃうねん、そういう路線とちゃうねん、ここは。はい、そんな綺麗な話はいらんねん。いらんねん、そんな綺麗な話は。はい、必要ですよね。はい、うん、今日、選手の方はたくさんの人来てましたか？そうです、本当にたくさんのお客様集まっていただきましたよ。ここでどっちが多いですか？どっちの方が多いかな。同じぐらいかな。はい、同じぐらい。そんな綺麗な話しないでください。向こうは MC 誰がやったの？そのダンスのところはキャプテンのあゆみがさせていただきまして、読書のところは恐縮ながら私がちょっと初めて挑戦させていただきまして、本当にお聞き苦しいところもあったと思います。行かれた方どうでした？京子さんの MC はいかがなもんでしたか？ありがとうございます。またライバルがね、ちょっと、はい、まずジャンルが違いますから。ジャンルだからな。確かにジャンルはちゃうやろうか。なあ、ほんでお前らってごめんね、もうこいつらに関してはお前らとしか言ったことないんですよ。お前ら何しとったんや、あの向こうで。そう、ブリクルーと一緒にダンスとか来ていただいたりとか、じゃんけん大会とかね、クイズ大会とかしたりね。ちょっと踊って。踊っちゃいますか？音源ないで、音源ないで。音源ないで。いや、俺。歌ってくださいって。歌う、何じゃあ、スカイ歌ってもらう？今僕は覚えてないと思うでしょ。僕はのど自慢出さされたんですよ、昔スカイマンスタジアムというか今のホット神戸のバカなイベント担当がのど自慢大会を企画しまして、僕は審査委員長で座っとったんですよ、球場長の時。ほんで最後さあ好評ですってステージ立ったらいきなりねイントロが流れて歌わされ、その時も完璧に歌やったんですよ。覚えてはった人おるかもしれないけど、その時完璧、それからね、5年経ったら忘れたわ。いや、ほんま、うん、ちゃん、ちゃんみたいです。お話を待ってるんですけど、おりましたか？分かりにくい。分かんないね、分かりましたよね。分かりました。いやいや、よかったよかった。ありがとうございます。ほんまにそれでお客さん心つかめるんやから、ごっつい羨ましいよ。これで、さっきから汗かいてもう2万個ぐらい喋ってるんだから。
フォトセッション。え、私も写っていいですか？やった。あの、ホラーじゃなくてよかったら前嘘。はい。まあ、こんな時間調整ってないよ。視線と違う。じゃあ、視線を。選んでくださいね。はい、閉じられていいですか？赤い視線ですが、選んでくださいよ。赤い視線ですか？はい。じゃあ、奥へ。視線奥の方へ。ちょっと奥の皆さん、もう一度お願いします。なんか食納豆とは結構想像深いですよ。はい、こちらへ。あれ見たらな、ブログがあります。OK。 はい、ありがとうございます。はい、ちょっとバー繋いでくれるか。最後すっごい無茶ぶり、どうしよう。開くないですか、どうしよう。はい、ほんまにね、いや、約25分、こんな長尺の前説って、はい、いや、君ら遅れてきたもん。すいません。君ら5分。はい。またやっとね、準備整いまして、お客様への、大場アナウンサーから入ってもらおうと思うんだけど、大場アナウンサー、準備いいですか？いいですか？はい、大場アナウンサーでーす。遅いわ、お前ちゃん。俺、もう25分喋ったよ、ここで。最近でも新しい境地を開拓してる。結構いけるんかな、お前の。はい、あの、入社同期やったんですよ。どうしよう。はい、そんなことどうでもいい。どうでもいい。はい、大学も一緒で、卒年度。はい、そうなんです。はい、なんか腐れんですよ。はい、すいません、ちょっと高いところでやらせてもらいます。はい、ということで、はい、この後は、あの、あー、そう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 。これ短いですか？どういうこと？逆やん、ごめん。こんな微妙な長さで調整してるのは分かって、ほんまに普通余裕はあるやんな。ということで、この後は、本番です。監督のトークショー、それからこれ全然紹介してなかったけど、これなんか分かってますか？皆さん、チーフレーズ。それは分かっとるわな。分かってるはずや。はい、こちらの方の紹介もやりますんでね。はい、そしたら、我々前説組はこれで一旦、引き上げさせていただきます。ブルとベルと京子さんと花ピーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。今日は AKB の握手会にようこそお越しくださいました。